人生は祭りだ、わっしょーい。はい、こんにちは、しまこです。今から夜ご飯なんですけれども、最近はですね、お米生活、どれくらいだろう、1ヶ月ぐらい前からお米生活をしております。今ね、富山県砺波市にあるいとこの家に遊びに行っていたんですけれどもね、いとこの娘ちゃんが赤ちゃんの時には一回会ってるんだけど、今もう5歳になってて、もうタイムスリップしたみたいに、もう5歳の可愛い女の子になっていました。なんかお誕生日プレゼントももらったりして。じゃあいただきまーす。炊飯器にこれだけしかご飯が残ってなくて、朝2合炊いたんだけど、もう残りこれだけ、多分足りないので、冷凍庫に入ってるご飯チンすると思います。味噌汁と納豆と漬物と稲荷の皮です。ではいただきます。いや、はあ、美味しい。切り干し大根、とにかくよく噛むこと、咀嚼することで胃腸が動くんでね。胃腸って筋肉なんで、で、何によって動くかって、こう咀嚼することで胃腸が、筋肉が動くのね。いかに胃腸を動かしてあげるかっていう、いかに噛むかっていうことにね、すごく重要なのでね、よく噛みましょう。はい、お世話になっている方にいただきました。金沢くたになんですけど、実は私選ばせていただきまして、お誕生日プレゼントということでいただいたんだけど、金沢駅に金沢百番街アントってあるんだけど、そこで金沢くたにで選ばせてもらったのが本当に可愛い。もう、見た瞬間これって思ったんですよね。これ今からお見せします。じゃんじゃんじゃん。まあ、自分何か分かってるんだけど、改めてちょっと嬉しいので、パカーン、こうなってた。金沢くたに、くたに焼きコレクション入ってます。わー、じゃん。これ落ちないように気をつけて、こんな感じ。これね、ドラえもんの小鉢なんです。ちっちゃいので箸置きにとか薬味入れになるそうです。超かわいい。これ超かわいい。かわいくない？こんなちっちゃいの、もう一目惚れしました。かわいいよね。こんな感じ、かわいいね。金沢の伝統工芸の九谷焼と高岡のドラえもんがね、コラボしている感じで、すごい可愛いと思って、もう普段使いさせていただこうと思います。せっかくだから、ね、食事がまた一層楽しくなるなって思います。嬉しい。超可愛い、ちっちゃい可愛いお披露目でした。はーい。はい、今ね、健康食育の勉強をしているんですけれども、健康寿命と平均寿命のところを見て、女性の平均寿命は 86.61 歳、で健康寿命は 74.21 歳、間に 12.4 年あるんですよね。男性は 80.21 歳が平均寿命で、健康寿命が 71.19 ということで 9.02 年ね、差があるっていうことなんですよね。で、この介護予防の3本柱として厚生労働省が出しているのが、1番が栄養ですね。食べる量が少ない、食べる量が少ないと、寝たきりになる
ケースが多くなる。いかにちゃんと食べれるかっていうことなんですよね。今食を少なくしていくっていうことを、課題にするような世の中になっている。いろいろ制限したりねすること多くなってますけど、今いろんな勉強してきていて、食べる量を減らすんじゃなくて食べれるような体にするっていうことがすごい大事だなって本当に思いました。なんか食べれるような体にしていく、きちんと消化吸収して外に出すっていう、このサイクルを活発にできるような体を作っていくっていうこと、決してね食べる量を減らすことじゃないんですよね。そう、これを作られた先生が5万人以上の食事を見てきてる結果もあるんですけれども、その中で見てこられたのは、やっぱり90歳100歳で元気なおじいちゃんおばあちゃんはもりもりご飯食べてる、もりもりご飯おかわりしているって、そういう現場を見て、こういろんなエビデンス、世の中に出ているエビデンスって、海外とかの論文とか海外で行われた実験とか、そういったものから来ているエビデンスが本当に多いですよね。そう、日本人の体質ってあるので、日本人の体質って結構特有なものがあるんですよね。このお味噌とかご飯とかね、白米玄米とかいろいろありますけれども、和食っていうところ、それに根付いて、そのご飯こうお味噌汁によってこう、回りやすい体になっているっていうのはあるなーって改めて思いましたね。まあ、これまだね、勉強始めてまだね、1ヶ月ぐらいかな、のところなので、これからどんどんね、勉強を進めていきたいなと思っています。はい、ということで、こんな感じでね、マイペースにやってます。思ったことや、感じたことに、素直に、40代、楽しんでおりますよ。共に、ゆるりと参りましょうね。それではまたね。いつもありがとう。しまこのテレビ出演情報です。富山テレビライブ BBT に出演します。2024年1月11日木曜日、夕方4時50分から5時12分の間に生歌出演をいたします。ぜひ見てくださいね。しまこの出演及び物販握手サイン会のお知らせです。2024年1月13日土曜日、朝9時45分、高岡のべ祭りオープニングセレモニーで歌わせていただきます。旧高岡台はセリオの横のステージで行いますので、ぜひ皆様遊びに来てください。今回、新春新グッズ2024年としまして、新しいグッズもお披露目しますので、楽しみにしていてください。もちろん、現在リリースの CD、そして定期便ライブの DVD などもありますので、いろいろ楽しみにしていてください。皆さんにお会いできるのを楽しみにしています。ありがとう世界で一番の宝物、生まれてきてくれて本当に